さあそれでは変わりましてお家でちょこっとラインのコーナーです。地域で活躍する講師が生活を豊かにするさまざまな豆知識を教えてくださいます。今日はですね、ダンスに挑戦幼児編です。それではご覧ください。今回の講師は旭区希望が丘にあるダンススタジオ WK ダンスの代表前田織奈先生とりっちゃん先生です。代表の織奈先生はお子さんの頃はミュージカルやテレビで子役として活躍、大人になってからはダンサーに転向、さまざまな舞台で活躍するも出産を機に裏方へ。お二人の子供を育てながらダンスを教えるパワフルママ先生です。皆さんこんにちは。WK ダンス代表の前田織奈です。ダンスインストラクターのりっちゃんです。今日は幼稚園児のお友達、保育園のお友達とお家で踊れる簡単なダンスを考えてみました。みんなで一緒に踊ってみてください。それではみんなでちょこっと踊る。今回挑戦するダンスはこちら。それでは今から細かくゆっくり教えていくのでみんなで練習してみましょう。最初は8回手を叩きながら横に動きます。右からいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。そうです、横にこうやって移動するだけでも OK です。元気がある子はいっぱいジャンプしてみてください。8回やったら次いきます。そしたら手を斜めに出して戻ってきて、ウキウキしながらジャンプ、キュッキュッ、斜め、キュッキュッ、全部で4回やります。それでは次のステップです。手を大きく回してお膝、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 4回やります。そしたらその次は横ぎゅっ集めて斜め前を指さします。反対、横ぎゅっ指さします。手だけできるのでも OK です。横を集めて指さしと、足もできそうな人は横にずれて集めて膝曲げました。反対、横を集めて指さした。そうです、お膝いっぱいこうやって曲げるようにするととっても上手に見えます。それでは次のステップです。足チョキチョキ、せーの、チョキチョキチョキ。そしたら手1回、チョキを3回、手1回です。もう1回反対いきます。せーの、チョキチョキチョキパン、チョキチョキチョキパン。これを4回続けます。今度は手をパーパー開きながら足も大きくパーパー開いてグーグー、それを3回連続でいきます。せーの、パーパーグーグー、パーパーグーグー、パーパーグーグー。最後に自由に好きなポーズしてください。ピースでもいいし、イエーイでもいいし、ガッツポーズでもいいし、元気よくポーズしてください。それでは最後に曲で一緒に踊ってみましょう。
それでは最初に8回みんなで手を叩きましょう。右からせーの。今度は斜めに正座して、ウッキウッキキュッキュッ。あと2回。手回すよ。回したよ。あと3回。今度は横に広げて、広げてギュッ。指さした。もう1回。同じこといくよ。開いてギュッ。指さして。最後はチョキチョキいくよ。せーの、チョキチョキチョキ。あと2回。大きくパーパーグーグー。最後は元気よくポーズしましょう。ポーズ。みんな一緒に踊ってくれてありがとう。いっぱい練習してダンスもっと上手になってね。それじゃあバイバーイ。ありがとうございました。幼児編ですけれども、大人の私たちがねちょっと今一緒に踊りながら見ていたんですけれども、楽しいですね。楽しい。大人も楽しめる。そう、あの体を動かすって気持ちいいですからね、はい、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。で今回のねあのダンスを教えていただきました講師オリナ先生が代表をお務めになっていますダンススタジオ WK ダンスは希望が丘駅から徒歩1分のところにあります。ジャズやヒップホップ、アクロバットなどさまざまなジャンルのダンスをそれぞれ専門のプロの先生に教わることができる本格ダンススタジオです。また40代から60代を対象にした大人限定クラスも新設されたということですよ。ダンスに挑戦してみたいという大人の皆さんもぜひ WK ダンス覗いてみてください。また今回放送した内容なんですが YCV の公式 YouTube でもご覧いただけます。もうね何度も YouTube 見ていただきまして、うん、練習をねお子さんと一緒になさってみてください。オリナ先生、りっちゃん先生ありがとうございました。ありがとうございました。以上おうちでちょこっとライのコーナーでした。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。